にちは、管理栄養士の大和沙織です。本日はセブンイレブンでお昼を選んでみたをやっていきたいと思います。今日はですね、セブンイレブンでこんなに初めてたくさん買ったっていうぐらいたくさん買ってきたんですけれども、お昼をセブンイレブンで買うとき何を選んだらいいか、あとはこれはいい悪いっていうメリットデメリットとかも含めてお伝えをしていきたいと思います。でまあ、今日は買ってきたものの一例という感じになっちゃうんですけれども、ぜひ参考にしていただけたらと思います。で今回の栄養バランス体に悪いとかの指標は PFC バランスで、考えていきます。タンパク質脂質炭水化物のグラムが書いてあるので、それのバランスで見ていきたいと思います。で今日の基準は女性と男性を分けていって、平均身長でどちらも計算をしたんですけど、女性は500キロカロリーぐらい、男性は650キロカロリーぐらいを目安に考えていきます。それともう一つ今日は、考えていくポイントがありまして、お昼どうしてもその毎日買うとかなってくると値段も結構重要だと思うので、あの値段気にしないでこういっぱい買うじゃなくて、今日の予算は500円です。1食500円ぐらいでなるべく栄養バランスを整えていくにはどうしたらいいかっていう風にやっていきたいと思います。それでは行ってみよう。まず1品目、冷やし中華です。これは普通サイズの冷やし中華なんですけど、冷やし中華は意外と脂質が少なくておすすめでした。油が少なかったです。でもう、脂質も少なくてタンパク質も結構入っていて、炭水化物もまあまあ男性にとっては適量だったので、男性は意外ともう1品だけ何も考えないで1品だけ選びたいっていう場合には冷やし中華意外とおすすめでした。野菜も、まあ、もうちょっと欲しいところではありますけど、あの多少入ってますし、まあまあ、 あの男性が選ぶには悪くないかなっていう感じだったんですけれども、ただ塩分がちょっとどうしても麺類なので多いです。塩分がこれ1個で 4.8g あるの で、まあ、冷やし中華幸いあの汁があるので、汁をなるべく残すようにしてあげるといいかなと思います。まあ、血圧がちょっとよっぽど高い方はちょっと気をつけていけるといいかなっていうところですね。で女性にとってはどうしても炭水化物がちょっと多めになっちゃいます。これのミニサイズがあるじゃないですか。なのでミニサイズの方を選んで、ただミニサイズだけだとどうしても少なくなっちゃう、あのカロリーも少なくてちょっと1食分では足りないかなってなっちゃうので、ミニサイズと女性は意外とこのツナサンドがおすすめでした。ミニ冷やし中華とこのツナサンドを足してあげるとだいたい505キロカロリーになって、タンパク質、脂質、炭水化物の割合もまあまあいい感じで、食物繊維も 5.1 グラムも取れて、で塩分も 4.2 グラムなので、まあ、ちょっと多めではありますけど、これ1個食べるよりは少ないかなっていう感じなので、意外とこちらもおすすめです。男性はこれ1個、女性はこれのミニサイズとツナサンドの組み合わせが意外とおすすめでした。これにサラダ足せる人はもちろん、あのもう今日お話ししていくの前提、全部前提なんですけど、サラダとか野菜が足せるともちろんいいです。続きましてボロネーゼ、これも結構なんかこういう系昔から見るかなと思うんですけど、パスタシリーズですねの、それの中のボロネーゼで、パスタシリーズはやっぱりちょっと一通り見てみても、どれもどうしても炭水化物と脂質の割合が多くなりがちだなっていう感じです。タンパク質もただ多いので、まあ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 ってところではあるんですけど、でやっぱりカロリーもちょっと多めかなっていう、女性の今回の基準値でいうと炭水化物もカロリーも脂質もちょっともう一品で超えちゃうかなっていう感じなので、ちょっとこうダイエット中の女性とかはなるべく選ばない方がいいかなって。男性の基準値内にはこれ一品で言うと収まってたので、でただまあこれだとどうしても野菜が全然入ってないのでサラダ足すとか野菜が足せるといいです。続いて親子丼って結構普通に作ると塩分がどうしても多くなっちゃうんですけど、このセブンイレブンの親子丼塩分 2.6g しかなくて、意外と塩分少なめで血圧高い方とかにもおすすめかもしれないです。で、女性にとってはちょこっと炭水化物量が多いは多いんですけど、
まあこれお昼に食べたら夜ちょっと控えるとかで調節をすれば全然いいかなっていう感じですね。で玉ねぎとかそういう野菜も入ってますし、で卵も結構栄養バランスがいい食材の一つなので、親子丼意外と普通のお店だったらちょっとこう塩分多すぎておすすめできないこともあるんですけど、セブンイレブンの親子丼は塩分少なめなので結構おすすめです。一品選ぶっていう時におすすめで、値段も429円なので意外とおすすめですね。で続いてこれが豚ロースのしゃぶしゃぶパスタサラダですね。この豚しゃぶシリーズとかはこうパスタ入っ、これはパスタ入ってるんですけど、パスタ入ってないサラダだけのやつとかも売ってたんですけど、どうしてもその豚しゃぶサラダだけのやつとかだと値段がこう収まりにくいので、パスタ入りのやつに今日はしてみました。でこれ一品だとやっぱり393キロカロリーで女性にしても少ないんですよね。でタレが多分ごまだれなのでちょっと脂質が多いです。ただ、基準値内超えてるわけじゃなくて、基準値内のギリギリ上って感じなので、これにちょっとこう脂質が少なめでタンパク質が多めでっていうのと組み合わせてあげるとバランスが整いやすくなります。で、これに合わせるの意外とおすすめだったのがカニカマバーですね。このカニカマバーは1個で75キロカロリーでタンパク質 10g ぐらいで、脂質が 0.2g っていうすごい少ないんですよ。で炭水化物も 8.1g ぐらいなので、意外とこれとこれ組み合わせるのおすすめでした。女性にとってはタンパク質がちょっと多めになって炭水化物がちょっと少なめにはなるんですけど、おすすめです。で男性はこれだけでもちょっと足りないので、これじゃなくてちょっとこうタンパク質が入ったこれとかは枝豆と紅鮭が入ったおにぎりとか、あとはこっちはお肉たっぷり鶏ごぼうおむすびとか、あとこっちは半熟煮卵のおむすびとか、こういうタンパク質が入ったおにぎりを足してあげると男性はちょうどいいかもしれないです。こういうパスタサラダにちょっとタンパク質が入ったおにぎりを足してあげるっていう感じですね。でなるべくまあおにぎり具が脂質が少なめなやつを選べるといいかなっていうところではあるんですけど、意外とこれも組み合わせ次第でいいかなって、まあサラダも入ってますしね。次はこれももしかして季節商品かもしれないんですけど、ルーローハンですね。アジアングルメフェアっていうのでコンビニでルーローハンが食べれるんですよ。すごいですよね。でルーローハンはタンパク質は多いので割といいんですけど、女性にとってはちょっと脂質が多いかな、で男性には逆に炭水化物がちょっと少ないかなっていうのはあるんですけど、まあそもそもこれ値段594円で500円ちょっと超えちゃってたんですけどまあこれも一品食べるっていうのはおすすめかもしれないですね。野菜もちょこっと入ってますし、ただどうしてもやっぱり豚バラでルーローハン作られるので油がちょっと多いかなっていう感じですね。まあたまに食べるぐらいだったら全然すごい悪いってわけじゃないかなと思います。でこれも初めて見たんですけど、8種類のスープカレーですね。でこれも2分の1日分の野菜入りっていうので400円、399円するんですけど、カロリーが237キロカロリーで結構少なめなんですよ。でやっぱりこれ1個だとちょっと足りないかなっていうので、これも食物繊維 6g って多くて、タンパク質も比較的多くて脂質も少なめでっていう、こう中身の内容的にはすごくいいんですけど、ちょっと全体量が足りないかなっていうところなので、これもまたタンパク質が入ったこういうおにぎりを1個足してあげると女性は完璧かなっていう感じです。これでまあ大体400円と100円ちょっと140円とかなので、まあちょっと540円ぐらいにはなりますけど、こっちの同じ冷蔵コーナーに売ってたミニラン、これ2枚入りなんですけど、2枚とも食べてもこれも女性の基準値内に収まるので、スープカレーとナンとか一緒に食べてあげるのもすごくいいかもしれないです。で、男性だとまあこれも基準値内ではあるんですけど、この
男性だとこのタンパク質入りのおにぎり1個とスープカレーだけだとちょっと物足りないので、タンパク質が入ったおにぎりを2個とスープカレーとかでも基準値内に大体収まるので、あのおにぎり2個とスープカレーとかでもいいかもしれないです。ただちょっとスープカレーがもう400円するのでちょっと500円は超えちゃいますけど、まあそういうのもおすすめかもしれないです。続いてレバニラですね。レバニラはタンパク質豊富で脂質も意外と、こうレバニラってこう炒める時に油結構使うはずなんですけど、このセブンイレブンのレバニラは油少なめなので意外とおすすめです。で、タンパク質豊富、脂質割と多くないのでおすすめ。ただ炭水化物がやっぱり入ってないのでご飯と合わせてあげると完璧かなっていう感じです。なのでまあのもう白いご飯とレバニラとかでも意外とタンパク質はもう十分取れますね。でまあ野菜、まあ、ちょっと足りないかな、まあ、ちょこっとは入ってますけど野菜足りないかなってなったらちょっとこう足してあげれるといいかなとは思うんですけど、これもレバニラも321円とかで、レバニラなかなかお家でこう作ろうとするとめんどくさかったりするので意外といいですよね。女性は生理の時とかってもう手早くイライラする、もう生理で鉄分を取りたいっていう時に意外ともうこんなおすすめですね。脂質も少なめなので、で塩分も結構少なかったです。塩分も 2.6g なので、ご飯と組み合わせるとご飯塩分入ってないので、ご飯とレバニラだけで 2.6g で塩分収まるのもいいかなと思います。手軽に食べるときはっていう感じですね。鶏団子の春雨のスープ、一膳ご飯シリーズの鶏と卵のそぼろサンドイッチ系はこれすごいです。普通の食事一食じゃなかなか取れない。